このプログラムはどこにいても寝巻きのままでも台風の日でも受講できるオンライン外国語教室ミッチの提供でございます。講師は私ミッチで、英会話、中国語、スペイン語、そして日本語のレッスンをご受講していただけます。またご家族やお友達と一緒にご受講していただいても一人分の料金です。共通のご趣味に外国語なんていかがでしょうか。ご興味のある方は今すぐ私のホームページにアクセスしてお気軽にお問い合わせください。皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。ミッチです。はい、今日これから練習する漢字はこちらになります。はい、これからですね、これらの5つの漢字を使って読み方の練習、そして書き順の練習、そして最後に確認テストっていうような形の流れで練習してみたいと思います。さあ、そしたらですね、まずはじめにこれらの5つの漢字を使った単語を準備してきましたので、そちらの単語の方のですね、スライドをこれからお見せいたします。なので私皆さんでですね、大きい声で読みの練習をしてみましょう。よろしいですか。それでは3、2、1、はい。付属品、サッカークラブに所属する、サッカークラブに所属する、資料を配布する、目の細かい布、外国語の講師、私のことですね。はい、はい、次行きましょう。はい、看護師、非常食、常に気をつける、太い幹、新幹線。はい、そしたらですね、本日のターゲットとなっている漢字の書き順をこれからですね、画面にお見せいたします。なので皆さんも指を画面に、コンピューターないしテレビまたは携帯の画面に向けてですね、指を出していただいて漢字を書く練習を一緒に行ってみていただけたらと思います。よろしいですか。じゃあ始めます。付属品の属、布、外国語の講師の師や看護師の師、講師の師、非常食の常や常に気をつけるなどの常、非常食の常、木の幹や新幹線の缶、
関、関。新幹線の関、新幹線の関。関、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 関。はい、そしたらですね、先ほど練習した5つの漢字を使った単語のですね、スライドをもう一度お見せいたします。なので、私、皆さんですね、大きい声で読みの練習をしましょう。準備よろしいですか ?3、2、1、はい。付属品、付属品、サッカークラブに所属する、サッカークラブに所属する、資料を配布する、資料を配布する、目の細かい布、目の細かい布、外国語の講師、外国語の講師、看護師、看護師、非常食、非常食、常に気をつける、常に気をつける、太い幹、太い幹、新幹線、新幹線。はい、そしたら今度は先ほど一緒に声を出して練習した漢字の読み方の確認のテストを行います。これから先ほど練習したスライドをシャッフルしてお見せいたしますので、皆さんはその漢字の読み方を答えてみましょう。よろしいですか ?3、2、1、はい。はい、そしたら最後に漢字の書きの確認テストを行いたいと思います。これからスライドをお見せいたします。で、そのスライドの中に下線が引いてあるところがありますので、そこの下線に当てはまる漢字を皆さんのノートとかですね、何か広告の裏とかに書いていただきたいと思います。で、答えの方はこの動画の概要欄に書いてありますので、最後にそちらの方で確認していただけたらと思います。じゃあよろしいですか。じゃあ始めます。3、2、1、スタート。
今日は以上で全て終了になります。皆さん最後までどうもありがとうございました。それではまた後で。